こんにちは、ネモです。パープルアプリやっていきます。今回はパワちゃん2019最後の戦いですね。いきましょう。合わせ、水木、野球マン、夢城、ランセロット、そしてアテナと。で、構成的にはまあ、ガチャに登場してピックアップがかかっていた合わせ、水木、夢城、そしてランセロットを積んで、他のポイントバランスと敏捷点のことを考えた上でアテナと野球マンを編成しました。まあ、これが正解かどうかは全くわからないですし、僕もやってみないと何ともわからない方の人間なので、まあ、とりあえず説明書読む前に、実践をやって感覚をつかむ方なので、まあ、ちょっとやってみようかなっていうところと、まあ、この動画を見てね、すでにサクセスされている方とか、何かいろいろ感じられた方がコメントくださると信じて、先にやっていきたいなという感じです。で、招きとカロリーバーです。行きましょう。まあ、何が正解なんだろうね。全然わからない。あとは、とにかく、敏捷点を稼いでいくっていうのは、まあ、間違いないはずなので、そこを意識してやっていきたいかな、というふうには思ってます。なんで、春雄とかに行くべきなのかな、と。あとは、マントルとか。まあ、この辺は大事になってくるのかな、というふうに思います。で、どうしようかな。まず、選択が、どこ選択したらいいんだろう状態ではありますね、正直。まあ、野球マンを生かすんであれば、こっち行くべきですし、まあ、アテナのことを考えれば、まあ、当然、ここに行くべきかな、というふうに思ってます。で、野手二人。うん。マントルにしようか。まずは、マントから仕掛けましょう。うん。全くわからない。あとは、その技術のことも考えなきゃいけないので、まあ、今、春英に行っても、もしかしたら良かったかもしれないですね。うん。春英行けばよかったな。しくったかもしれない。ああ、合同二人。めちゃくちゃでかい。で、合わせが自己紹介入りました。合わせいるかな？あー、クロエ、アテナ。うん、積み荷を15個以上積む。守備とコントロールはサクッといけそうですね。ここはランスか。これでゴブリンと、あとは、クロエに関しては全部行きましたと。で、スイーツで回復しましょう。一応覚えてます。一応ね。何も詰めねえわ。一応、同絵が詰めますが。あとはなんか紫、まあ、行った方がいいのかな。出向先もかなりわからない状態ですね。まあ、虹谷が結構強いからね。っていうところで、まあ、行ってもいいのかな、なんて思っています。行くか。さあ、合わせの評価をサクサク上げたい。っていうのもある。はい、ありがとう。じゃないと彼女できないですからね、そもそも。うん、メンタル練習1回、デート進行度1回。あー、難しいとこだなー。これいいか。まあ、色味的にはスタミナありだったっすけどね。泳ぐの嫌だな。チームメイト評価10。まあ、割と大きいですね。なずみタックが2回で1。入ってねー。ランス行きましょう。コツもらいたいですね。くれねえ。ただ、敏捷点がめちゃくちゃでかい。で、合わせはこれで評価いってくれてないかな。船積みタック入らんな。もうどっかで入ってもいいぐらいにはなってるんですけどね。速球対抗心取ってしまった。合わせ。まあ、ランスかな。一回休んでもいいか。船積みタックしたいっすよね。とにかく。ゼロなんで、今んとこ。上か。ああ、ようやく入りましたね。めちゃくちゃ強い。雷アテナ、うんぬん。これ強っ。落ち着いてビンゴ見て、守備力10、コントロール10上げちゃいましょうか。で、青得。船積みタックだけだったらまだこれ耐えれるかな、それとも。
多分耐えれるな。じゃあ普通に踏みましょう。まだ耐えれます。うん、あと船積みタック一回したいな。で、時に、まあ何か取れれば相当強いなと。うわ、雅。何色が正解かわかんないのが問題。シラス。まあ、鈴木がいるところは強いような気はするんだけどな。変化あげましょうか。変化あげすぎてはいけないはず。39度目。で、シラス行きましょう。合わせ評価いってるんだよね。うん、オッケーオッケー。で、鈴木をサクッと行きたいですね、鈴木を。鈴木。鈴木は最優先であげましょう。ロッカー。あー、来た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 。このタイミングで上げていきます。ここと守備力10ね。と、特能と変化。特能カチューン。リリースカチューン。あと、安くてこそってる。この辺、控えた方がいいか。コツ3のやつ、順の。行きましょうか。で、OK。で、これで、あと2個か。あと2個だわ。うん、カチューンリリースいくか。はい。これで、踏めば、OK なはずですよね。あ、OK、OK。よし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 、悪くない。初回は悪くないですね、これ。ちょっと正解はわからないが、まあ。合わせが来ないからデートのところが全く進みませんが、これはまあ、いい積みができたんじゃないでしょうか。うん、ちょっと早く、水木早く行きたい。お、いい回復、いい回復。ちょっとモテモテとかも欲しいが、そろそろ。素晴らしすぎますね、これめちゃくちゃハマってますね。このタックやばいな。守備力。うん、このタックは激強ですね。うわあ。来て全然来ない。これマジで入れ替えカスタムしたいけど並びがわかんねえ。これも強い。ただ、二つ、使うほどかカロリーバーっていう感じはありますね。円卓とかも、ああ、ランスいないのか、そもそも。うん。か、まあ、波動とかになるんでしょうね。一回休みでもいいか。ラッキー。わあ、合わせこない。うん、これはまあ出かけるのか、波動にサクッと行くのか。波動サクかな。ちょっと難しいですね。まあここはいいや、マグロか。ちょっと合わせマジで早くして。全然はかどらない。デートができないんで全くはかどらないですね。その分タックはちょっと恐ろしいのがたくさん入ってくれているので、まあ、いいと言えばいいのかもしれませんが、ちょっとわからない。僕の5個でしょ。コツが来ているやつ。ちょっとまあ、まあいいか、これでいいか。あんまり取るのも良くないが。逃げ玉と投資。技術カンストしそうなんですよね、もう。
まあ、デート進行度は止められるので、こうか。で、青徳も止められる。これで止まってるんじゃないかな。これで大丈夫かな。うん、多分ですけど。まあ、とにもかくにも、合わせが来ないとマジ何にもできない。オッケー、モテモテナイス。やることないんだよ、ここは。技術とか、これさ、ヤシとくのも込みかな。3。そうだとだいぶ楽なんですけどね、これ。試す価値ある。守備職人取ってみましょうか。さよなら、うん、守備職人でいいかな。いやー、さすがに通しとくの取った方がいい気がするけど、コツが来なくなっちゃうのか。それは良くないね。ちょっと守備職人一回取ってみましょうか。うん、減ったね。なるほど。だいたいまあ、仕様も分かってきた感じありますね。で、これは牙でいいか。マニュアル対応。うん、これは大丈夫ですね。コントロール。まあ、だいたい止まっているはずです。はい。あとは、金徳まだ来ないので、なかなかそこも難しいところはあるなと。デートしたいんだよな、とにかく、あとは。あ、来ました。ゲイ。で、デートすると、縦列がビンゴするので、そこもちょっと考えながらですね。メンタルの練習。めちゃくちゃ強い。船積みタックが、まあ、行くっていう話と、うん。こうすればいいのかな？こうすればいいのかな？デートしても大丈夫ですよね。そろそろ超特殊能力を入れてから動きたいっていうのと、真面目にこれ、結構あれだな。ああ、まあコントロールとか余裕あるんですね、これ。うん、ちょっと夢白の金徳はコントロール依存なので、そこはちょっと。やばいな。いやー、これは厳しいですね。ムービングとか取りたくないんだよな。結局まあこういうことになってくる。特能は今リーチしてるんで、まあ取ると結局デートがなかなかっていう感じにはなりますね。コントロールもコントロールで上げてしまうとおかしなことになるので、そうするともう野手特能になるんですよね。いや、いいかな。いやー、これむずいわ。いやー、強い強い。マジでめちゃくちゃ強い。いくらでも、なんとでもなりそう感がすごいなっていう感じはします。もう限界近いな、もろもろ。で、これは守備練習じゃない。メンタルが光ってますね。守備練習。あとデート。守備練習先にやってデートにしたいけどな。とは超特殊能力が入ってきたタイミングで動ければベスト。まあ、そう考えると、まあ、特の、まあ、なんとでもなるっちゃなるかもしんないけど。コツレベルがもう絶対取れなくなるんですよね。それは考えなきゃいけなくて、ただ、選手能力も大事なので、コントロール上げる思い切って。それはありかもしれない。コントロール59とかはありかもしれない。いや、59ないな。59にすると結局、めちゃくちゃ余る。これ、どうしたらいいんだろう。逆に聞きてえわ。うん、こういう時に海岸ですよね。あれば、相当いいんですが。もう、アウトカー数限られてるからな。これ、やばい気がするんだよな。かといって、ミートを上げるのも、正直、尺すぎるっていう。
守備力は敏将の兼ね合いで上げすぎると辛いような気はしています。まあそう考えるともう潰してもいいかもな。うん、そう考えるともう思い切って、いやーデートにしようかな。デートがいいかな。うん、デートしましょうか。これ一応出航はかけられる。で、まあ、多分天空によればいいのかななんて思ってます。はい、デートしよう。マジで金徳来ない？金徳来てくれるとだいぶ話楽なんだけど、一個。金徳が来ねえな。984。まあ、ここはもう、取らないと多分、まずいことになってるっていうのと、どこも取れないんですよね、今。それか、もう超特殊能力を鹿として全部他行くか。まあ、それが一番賢いような気はします。ただ、ここ出航しないと天空に行けなくなるんで、それは考えた方がいいですね。天空行きたいからね、これ。逆境とか取っときますか。ああ、でもダメだ。取ってしまうとまた、それはそれでダメになってしまう。めちゃくちゃむずい。並びが悪いのかもしれませんね。そう思うと。140にしよう。で、天空行きます。金徳くんねえ、なんか。金徳あるのか。釘付けあるのか、一応。守備練習を仕掛けながら、前進めればベスト。てかもう、進むか。もう行くか。これもったいねえもんな、さっきから。うん、で、守備で前傾しですね。もう待ってる時間がもったいなさすぎる。よし、前傾し入った。まあ、やれないことはないですね、前傾し、今回。ただ、マス目の並べ方が多分まだ改良の余地がある気がしています。多分ですが。あとは出航の回数も稼ぎたい。あんまり練習ばっかりに目がいっていると。おわ、69。うん、精神終わりましたね。虹谷拾いたいな。まあ確かに夢しろじゃねえや。東雲拾うのも大事かもしれませんね。メンタル拾いながら守備練習ができるキャラが、まあ結構大事かなと思います。うわ、何これ、やばい強いんだけど。またいろいろ稼げるなと。コツレベルはいつでも稼げる。コントロール、超特殊能力。これ、どこをどうすればいいんだ？どこをどうすれば正解なのか全くわからない。うん、まあ、これは踏みますっていう話と、精神結構あるな。重い玉。重い玉。クロスファイヤー。まだリーチしてない。あと3つ取れる。レベル4とかはもう取ってしまっても。精神思ったより過剰しますね。こんなに行くんだ。あ、スター上限ないから上げても無意味なのか。うん、これ結構もったいないですね。スター上限ないんで。まあ、そう思うとオクタビアは入れてもいいかもしれませんね。負けた。守備力あと1。お前強い。
マジでわけわかんないぐらい得点出てるな。うん、コントロールがあと1。変化球も上げていいんだよね。3上げていい。うん。これで OK なのと、まあ、これはさすがに踏みたいっすよね。強いですし。310点とか入ってるんで、技術。コントロールいくらでも上げれるな。金徳も取れる。金徳も取れる、守備練習もいける。内無双いっちゃうか。内無双いっちゃっていいっすもんね。内無双いこう。で、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 はい。310。ギリだな。まだギリだな。すげえわ。これマジめちゃくちゃ強いな、これ。これっぽいな。もう回答のような気がするけど。あ、サボり癖きついね。わけわかんないぐらい強いもんね。まあ、メンタル踏みたいのと、あとは、積み荷が3。これ1だな。一回休む、まあ、デートでいいか。はい。まあ、デートは結構積極的に仕掛けた方がいいかなと思います。で、出航もある。あ、強っ。7積める。うん。7積んでいいですね。積みましょうか。で、メンタル練習行くと、これメンタルで終わるので、こうかな。こうすると、メンタル練習踏んでも大丈夫だよね。大丈夫ですね。で、出航するときに行けば OK と。で、決定して、メンタル踏みましょう。95になるね。変化球行って大丈夫ですね。変化球か、特能一つ。特能、行ったらやばいか。積み荷、はい。なんで、変化一個伸ばしますか。はぁー、嘘それはマジで計算違いすぎる。うわ、しかもこれ三つ積めないんで、だいぶ微妙ですね。うわぁ、でけぇ、今ので出航して終わりなのに。それはいかんって。押していこう。ちょっと今のはいけないですね、正直。で、タックしてくれたと。タックしてくれてます。変化伸ばすか。いや、もう取るとこないんですよね、強くて。ただ変化はあんまり伸ばしてしまうとおかしなことにもなるので、まあ行きたくないっていうのがあります。ただこれ70とかもう出てしまっているので、これ変化、大丈夫か？変化大丈夫か？だいぶ痛え。999。うん。で、これ出航に合わせて全部行けば OK ですよね。で、出航と特能なんで、まあ、結構今回は、簡単めかもしれませんね。あれ？特殊能力あと1個か。ポーカーフェイス、行き来はダメなのかな、これ。バント封じ。はい。で、出航すれば OK と。おぉ、危ねえ。SG、暁。パワーコー、シラス帰りたいですからね。SG 行くのはこれでも危険だな。船積みタック起きる可能性が、まあ、ほぼない気がしますね。行くと。いやー、ちょっと積みそうだな。パワーコーか。うん、で、ここ技術がおもらしになりますが、もうしょうがないですね。
で、2回目の全消しができました。悪くないですね。今回なんか僕がこんなに全消しできるってことは、多分そんなに難しくない感じはしてますね。あと変化が結構きつくなってきてます。変化はきつくなってきたね。これスバルじゃなくてさ、小田切さっさと上げたい感あるけど。うん、ちょっと一回デートをかましましょう。あと、いけて一回ぐらいか。点数はまあ出てますね、普通に。うわぁ。なるほど。ウドはどうでもいい。うん、ここは自動で勝利を得られましたねと。これさ、落ち着けようでしたよね。確か。ああ、そうですね。うん、小田切が何もしてくれてないと。まあ、守備練習は一回踏めました、これで。うわ、出航できないのか。これ出航できないと、次結局、シラスに向かえないので、もともとシラスに向かえないんだな。一回休みましょうか。それがメンタルですね。メンタルでいいです。うん。まあ、またメンタル練習でもいいですし、これ守備練習がめちゃくちゃ強いので、守備練習でもいいと。守備かな。コントロールは上げてある。守備力は上がってない。69。あとは特能が3つ4つ5つ。はい、特能5つ取っていい。で、まあこんなもんか。守備いきますか。でもこれでフリートしか行けないのがめちゃくちゃでかいですね。もう一回ぐらい行きたかったけど。しかも残り3ターンになってる。合わせは大丈夫でしょう。ああ、強いですね。これ取ってもいいけど、取ってもいいがっていうのと、まあ出航を絡めたやつってもう多分あと1回しかいけないんですよね。なんで思い切ってここは使って、コントロール守備とか、まあ使って、一気にやっちゃってもいい。うん、結構ありだと思うんですよね。その辺の細かい動きも。それありだな。ここ入れ替えて、船積みタックもできる。精神経験点。精神経験点は無理か。よく考えろ。よく考えろ。こうかな。あ、間違えた。カスタムで、こうする、こうする。で、コントロール、守備。で、下の方。ちょ、待って、変化球、総変が2つ。あー、なんか、2個上げれねえのか。ムービング取っちゃいましたもんね、さっき。これ痛かったな。これしくってる。なるほど。まあ、これしくってますね。こうか。うん。で、こうして、あと取り切る感じですね。で、回りましょうっていう感じか。出航。いやいや、落ち着いて、落ち着いて。船積みタック。ああ、なるほど。違いましたわ。なので、こうして、こうして、こうして、こう、こうか。真ん中、まあ、1、2、3、4で周りで取れますからね。これでいいのかな？こうでいいのかな？
総編もなんとかなる。出港、総編はなんとかなんないのか。出港は埋まる。出港は埋まるし、総経験点も取れる。こうかな。総変化は埋まらない。こうでいいか。多分、総変化埋まらない。総変化埋まらない。精神も埋まらない。こうかな。1,2,3,4。まあ、どう頑張っても4って感じかな。ああ、これでいいか。結構ぐちゃぐちゃ。おーい！やってもた。やってもた。これはやってもた、完全に。散々迷った挙句やってもた。くっそ。あー、これやりましたね、完全に。うーわ。しょうがねえわ。いや、これが難しいところですよね、結局。って考えてて、結局ミスるっていう。守備経験点30。船積みタック1回。いやー、臨床経験点30。まあ、デートはどうにでもなりますが、ちょっとデート回数も今削られたら、まあいいのか。しょうがないか。あー、辛い。いや、ちょっと待って。いい方に考えろ。こうなったら逆に、デート、船積みタックできる。超特殊能力が取れるかどうか。取れる。ユーモア感取れる。はい。で、青徳があと1個。総変化無理。うん、出航は今かけられないので、出航は無理。うん、臨床経験点も無理ですね。出航は無理。臨床経験点無理。斜めは開けられるな。守備力うんぬん開けたいな。いや、開けられないな。いや、これが限界でしょうね。で、これタックしてって感じか。あー、むずい。これが難しい。さ、本当にだから動画向きにはならないかもしれませんね。あつか、青徳取ってないじゃん。うわ、やったー。完全にやったわ。で、出航しましょう。もうわかんない。もうわからない。もうわかんなくなってきた。コントロール、変化量、メンタル練習、守備練習。まあ、出航しましょうか、とりあえず。うん。で、技術結構入るので、まあ、お得も込みで、この辺取りましょう。これがめちゃくちゃ苦手たるゆえん。で、船積みタックはもう無理というのは分かりきっているので、そこは気をつけていきましょう。まあ、ここで最後稼げなかったの痛かったですね。今のところまで積みは悪くなかったんで、そこがだいぶ痛い。ただまあ、デッキ的には悪くないですし、まあまあ、いい感じで済んでは抑えだったな。とは思うんですけどね。臨床経験点30。わあ、22。おお、21でまた入れれますね。これは悪くないな。で、デート仕掛ければいいわけですからね。しかも守備練習も埋められる。上積みタックはもう無理ですね。で、試合は自動で進みますと。で、デート仕掛けると、まあ、行くと思うので、まあ、そこをどうするか。そうだな。総編はこれ2ついけるのかっていうとこ確認しましょうか。
あ、いけそうですね。総編2つはいけますね。で、コントロール、守備もいけるので、1、2、3。まあ、このままの並びでいいかな。そのさっきみたいな二の舞が怖すぎるので。で、コントロール上げて、守備上げて、で、デートをすればいいですね。うん、ビンゴ回数がわからん。で、まあ、デートでもいいですし、何でもいいとは思うが。あー、難しいな。あと、ま、守備練習で取れるものとか、コツレベルですよね。ここを結構意識して。夢城は結構くれるよな。ただ、ま、デートがあと1回しかいけないので、ここはデートにしましょう。ここはデートに行きましょう。うん、試合をバッてやってくれるのはやっぱ助かりますね。やめておけばいいんだよね。で、ミスゼロゲットできました。コツレベルもなんとかゲットできました。出航とか船積みタック、まあ、この辺はもう無理なので、あとは守備練習と、メンタル練習を2回ずつやりたいと。うん。悪くないが、守備練。デートは無理。守備練でいいか。で、メンタルで踏めばいいですね。カロリーバー結局使わなかったですね、これだと。変化3無理だもんね。おお、強っ。総経験点のところが埋まってくれそうですね。変化量3無理だもんね、これどう考えても。なので、最後もメンタル練習に行きつつ、他のところを埋めればいいので、こうして、コントロールと守備やっちゃう。うん。がいいかな、守備、コントロール。で、精神いって、いきなりこれ、ビンゴならないと思うので、大丈夫だと思うので、まあ、そこと、あとは、並べられるとこを並べてっていう感じですね。積み荷はもう無理と。これでいいか。まあ、メンタル練習して、あそこが埋まる。船積みタックは無理。もうなんか全部、向こうに並べちゃうか。ただ変化が、総変が3。いいかどうかが分かりませんが。あと、ビンゴしないようにさっきみたいに。大丈夫よね。大丈夫だな。5個。超特殊能力を含めて5個。1。あとは査定のことも考えときたいな。リーチ、あと1個か。で、精神、ん？なんだ？腹痛じゃいかなかったぞ。あ、腹痛じゃねえわ。取ってねえわ。編成取るか。で、あとはメンタル練習して変化が2個伸ばせないか。3つは伸ばせないか。めちゃくちゃむずい。ピンチになったら。あ、なるほど。船積みタック積みに、総変化。あー、これビンゴしちゃうな。移動させたら多分。あー、もうしょうがないです。行こう。いじってはいけない。いじるとおかしなことになる、毎回。
初球打った。はい、ナイスセカンド。取ってこれでスリーアウトチェンジ。パープロ。ちょっとまあ修行が足りなかったですね、僕の。そしてこのサクセスを仮に上手にやれたとしても、それ以降の野球勝負もあるので、なかなか今回のイベントは大変だなと考えることがめちゃくちゃ多いですよね。やっぱナイスホームゲッツ。先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で細部、第一打席はセンターフライに倒れています。第二球ストライク、軽く追い込んでまいりました。第三球をアウトロー、ボール、投球これから四球目、打ちました。センター前進、落ちた。細田ヒットを放ちました。第一球見送ってストライク。第二球、二球目ストライク、もう追い込んでいます。投球はこれから3球目。インコース低め、空振り三振、バットが空を切りました。第1球ストライク、まずは入れてきました。第2球インコース低め、空振り、少し迷ったか。投げた、アウトコース低め、いっぱい、見逃し三振、ギリギリの。はい、勝てました。さあどんなもんでしょうかと。これ中継ぎと抑えて固定か。あ、よかったよかった。なんか先発にした方がいいのかなとかあったから。金徳くれないんかーい。うわ、もったいね。総変化のところもう一個伸ばせたな。うん。で、ちょっとよくわかりませんが、ひとまず、これは行っていいんじゃないでしょうか。と、ビンゴの方は、もう埋めれるところはコントロールとかがないですからね。守備力は埋めれるのかな。変化が取れれば、変化いくつ？変化2つ？無理。無理なので、ここ守備力とチェンジして、まあ1列最後やれれば十分か。で、ビンゴ行きました。青徳5つか。青徳5個。まあ、査定のことも考えつつでいいでしょう。1。取りたい。あとは。あと3つ。まあ、敏捷系行けば、大丈夫だと思いますが。でもやっぱ取れるもんないんだな。あと1個か。これでいったはずですというのと、あとは取れるやつを取って終わりましょう。関係かな。うん、これで終わりですね。うん、34回。まあもうちょっといけましたね。40は見えているのかな。選手自体はこんな感じでしたと。で、なんとか20万点出ましたが、これがいいのか悪いのか全くわかりません。まあ、今やったばっかりなので、ちょっとまあ、これ自体は、まあ、ランキングの全体を見て、ここを見ると、まあ、22万とかをもう出されている方がいるので、まあ、微妙なんだなっていう感じですね。ただ20万点は乗ったので、皆さんの一つの指標にはしていただけるんじゃないかなと。いうところと、まあ、サクセス勝負に関しては僕めちゃくちゃ苦手なので、まあ、どうなるかわかりませんが、またやっていけたらいいかななんて思いますので、ぜひぜひアドバイスの方もね、皆さんからいただけましたら嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。